たとえ戦乱の世となり、この大陸すべてを焼き尽くすことになろうとも、俺は鬼となって戦い続けよう。そして必ずや覇王とならん。陛下、アルメキア王国で将軍ゼメキスがクーデターを起こし、エストレガレス帝国を立国。ゼメキスめは初代皇帝となった模様にございます。ゼメキスの筋肉のみそが見どころあるじゃねえか。陛下、ここは我が国も慎重に行動しませんと。愚か者が、他人が仕掛けてくる心配するくらいならこっちから仕掛けてやるのだ。そんな簡単なこともわからんのか。そんな無茶苦茶な。今こそ他国の三下騎士どもに俺様の格の違いを教えてくれるわ。まったくその通りにございます。これこそ陛下が大陸に歯を唱える絶好のチャンスでございます。この太鼓持ちめ、しかし陛下、我が国は東にレオニア、西にカーレオン、そして北にエストレガレスと3カ国に国境を接しております。仮に戦うとしてもこれら全てを一度に相手にしてはまず勝ち目はありません。ここはぜひともいずれかの国と同盟を結び、敵を絞って戦うのが上策かと存じます。てめえはこの俺様に他国に頭を下げて一緒に戦ってくれと頼めとでも言うつもりか。他国の力などいるか。エストレガレスだろうがなんだろうが、この俺様が片っ端から叩き潰してやるぜ。イリア、お前も準備しておけよ。はい、陛下。ああ、一体どうなってしまうのだ、我が国は。